んこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の14課1番目のビデオ、単語の1番からです。やった、ついに14課に入りました。13課は118番まで行ったので、14課は何番まで行くでしょうか。なるべくね、早く終わりたいですけど、でも適当にっていうの、対水面で適当に、too quickly というかな、しても、あまりよく理解できないと思うので、皆さんがよく理解できるように、例えば単語の時には、その単語をね、上手に使うことができるように、いろいろな、説明をしたり、例文を出したりしながら説明したいと思っています。ちなみに、教科書ですね。教科書は、台湾バージョンのみんなの日本語、大河でやっぷんゆ、大蛇だるゆ、みんなの日本語の中級の3番です。これは台湾バージョンなので中級の3ですが、日本バージョンでは中級の2になっています。同じ14課の内容ですから、安心して勉強していってください。ではですね、まず単語のリストですね。ここからです。すごくたくさんある中で、まずこの部分やりたいと思います。ここですね。今日は、銀河、鉄道、に触れる、地、この4つをやりたいと思います。この1番と2番は、実は、今回、一番最初の文法をやるときの、この一番最初にね、銀河鉄道39っていうんですね。これね、銀河鉄道39って、ちょっとよく見えるかな？見えてる。これね、日本のすごく古い、多分、一番古いアニメの一つだと思います。もう本当に多分日本の人はみんな知っていると思われる、そういう話ですね。そのタイトルの単語2つです。銀河というのは、もう英語のギャラクシーだよね。マカオ。香港から近いね、多分車で行ったら15分ぐらいのところにあるマカオにホテルがあって、カジノですね、カジノね、ギャラクシーというのがあるんですけど、あれはもう銀河ですね。で、銀河、ちょっと説明が少し難しいんですけど、まあ、簡単に言うと、宇宙の、ね、宇宙の星や塵、塵ってこうゴミみたいなものね、小さい、とても小さいもの、星や塵やガス、ギャスね。ガスの集まるその天体のことです。とっても、とてもとても大きいものですね。で、私たちがいる地球ですね。私たちが、なんかこれちょっと地球だから青にした感じです。地球がある、太陽系だよね。太陽のところで、あれがあるのが、どんな銀河かというと、天の川銀河と言います。天の川は英語ではミルキーウェイというね。皆さん見たことありますか？香港にいると見えませんね。でも、私は今まで何度か、例えばどこで見たかな？ハワイのね、ハワイ島に行った時にね、見たのと、それから多分、南アメリカのペルーね、ペルーへ行った時も見ましたね。あとはどこで見たかな、あとどこで見たかな、あ、もう確かね、ノルウェーかな、フィンランドかノルウェー、ちょっと忘れちゃった、フィンランドかノルウェーに行った時も夜空を見ていて見えましたね。こうなんか川のように見えて、ちょっと白い色に見えるよね。それ全部が星、小さい星や塵なんですよね。これミルキーウェイ、天の川ですね。で、動詞、例えば銀河を観測する。観測するってこうやって見る。見るんですよね。ね、観測するです。簡単に言うと見ることですけどね。銀河を観測すると言います。これでいいですかね。うん。で、次行きましょう。2番、鉄道ですね。鉄道も多分みんな知っている単語だと思うんですけど、日本だと JR とか、私の親が住んでいる奈良県だと、近鉄ってね、近畿日本鉄道かな。鉄道って言うんですけど、Railway だよね、鉄道ね。で、動詞はね、鉄道を敷く。敷くというのは、前は鉄道がありませんでした。で、鉄道を作ることね。新しい鉄道を作る。これを敷くと言います。鉄道を敷く。こ
この敷くって、あの床にカーペットを敷くとか、あ、畳を敷くとか、下に置くことですよね。で、あのレールでね、鉄道のレールもこんな感じで置くので敷くと言います。それから鉄道を利用するですね。もちろん使うでもいいし、鉄道に乗るとも言いますけど、鉄道を利用するですね。でね、日本の鉄道は1853年にあの初めて新橋、東京のね、新橋から隣の横浜までできました。今もここは新幹線が通っていますけど、これが一番最初のあの鉄道です。で、この、お、すいません、ちょっとクラッとなった。あの、で、あの、そう、なんかね、最近ね、あの、暑いでしょ、すごく。で、あんまり、あの、なんか、食欲がないで、あまりたくさん食べたい感じがしなくて。日本人はね、夏に、ちょっと、なんだろう、なんか、疲れた感じがする人が多いんですね。なんか、香港の人にこの話をすると、みんな、どういうことって言うんですけど、こういうのを日本語ではね、夏バテと言います。前もなんか YouTube で話したことがあるような、あの夏、カタカナなんですね、ここね。あの、どうしてかというと、なんか本当の病気、オフィシャルの名前ではないからです。でも夏になるとすごく暑い時に、日本の人は夜よく寝られないとか、あまりご飯を食べたくないとか、ちょっとなんか体の調子が悪いとかね。で、そういうの夏バテと言います。私ちょっと最近夏バテしてるのかもしれませんね。ちょっとやる気もなくて、なんか時間はあって家で休んでたりするんだけれど、なんかちょっと体が重い感じがして、ご飯もあまり食べたくないので、なんか今みたいにちょっとクラッとしたりするんです。あまり気にしないでください。元気です、大丈夫です。で、あの、あ、で、新、このね、今何年ですか。今、そう、2023年ですよね。ですから、あ、ちょうど、計算できない。2023年、130年だってる。あの、鉄道が敷かれてですね、記念する年なんです。だから日本で、あの、鉄道関係のイベントがいっぱい行われています。あの、この鉄道が、あの、できるきっかけになったのは、これより、ね、2、30年ぐらい前に、の長崎にね、あの、ロシアの、蒸気機関車ってね、スティーム、なんていうのあれ、なんか蒸気を使ったスティームトレイン、あ、違うな、なんていうのあれ、あ、わからない、うまく言えない、ちょっとごめん、あの、古いタイプの電車ですね、なんですけど、でもロシアのその時には一番新しいタイプの電車が日本に持ってこられて、で、日本じゃびっくりしたんですね。あんなに大きい鉄ってこの鉄、アイアンね、鉄の大きいものが、箱みたいなのが動くっていうの、びっくりして、それをあの一生懸命研究して、で、それであっという間にあの電車を作ってしまいました。日本人結構こういうとこコピーするのうまいね。でね、続きいきましょう。3番ですね。何々に触れるです。あの、相手が、あの、触れる、例えばこう、ペンに触れるですね。で、触れる相手がいるので、対象ですから、相手にはに使うね。こうね、人に会うとか、友達に電話するのにと同じです。で、それに触れる。で、あの、皆さん、触れるこの漢字、あ、なんか見たことありますよね。そう。これ、触ると触れるは同じ漢字です。で、大体同じ漢字ですが、ちょっと、ふん、かね、力とか持ち方がちょっと違うんですね。ここにペンがありますよね。でね、ペンに触るは、例えば、ね、こうやってこう触る。こんな感じです。これもこれも触るです。だけど、触れるというのは、こんな感じです。とても優しくです。あの、強くいきません。グッといかないんですね。優しくです。ですから、例えば、お花とか、花ね。ね、花とか、あと小さい動物とか、弱いものとかね、こうフラジャイルでね、壊れやすいようなものに優しく、ね、触る感じですね。で、それを触れると言います。で、他に、実際、触るというのは、あの、実際にこう手で触るだけなんですけれど、あの、あ、肩に、例えばね、誰かがね、こう、あの、まさみさんってね、こう、肩に触れるですね。軽く、ね。これだと肩に触るです。ちょっと気持ち悪いね。ですね。で、あの、他に触れるには、あの、意味がね、いろいろあって、ちょっと紹介しますね。これは、あの、
覚えなくてもいいですが、あ、触れるというのはいろいろな意味があるんだなと思ってください。例えばね、食料問題に触れる、これは会議で、会議をしているときに食料問題について話すこと、話題ですね、話題、トピックね、トピックがその話題に関係することを話すときに何々問題に触れると言います。それから折に触れてという使い方があります。で、折に触れてというのは機会があるとという意味で使います。例えばね、私は折に触れて北海道へ帰っています。あの、今ね、私は北海道には実は誰も家族が住んでいないんですけれど、の小学校から高校までは北海道にいたので、まだね、北海道に古い家もあるし、母は友達がいますね。私の友達もちょっとだけいるけれど、あまり多くないんですけど、みんな大学とかで東京とか大阪に行ってしまったので。でも機会があると私は北海道に帰ります。ただスキーをしに行ったり、母が北海道行くときに付き合って一緒に行ったりとかですね。で、折に触れて何々する、ね、の機会があると何かするという意味で言います。それから法律に触れるという言い方もあります。で、法律に触れるは法律に違反することですね。法律違反、悪いことですね。例えば、そうですね、赤い信号、赤信号の時に車で行ってしまうとか、で、法律違反ですよね。法律に触れると言います。で、それから4番目いきましょう。地ですね。地はまあここにあるものね、地ですよね。で、地がカジュアルな言い方で、血液というとフォーマルな言い方をします。ですから病院でブラッドチェックはボディチェックの時ね、血液検査と言います。だけど日常会話で、生活では血液とはあまり言いません。普通は血と言います。だと血が出るとか、血が流れるとか、血が止まるとかです。まずは、まあ、例えば毛がボンって言った時に、ここが血がちょっと出ました、血がたくさん流れました、そしてここでストップね、血が止まりましたですね。で、それからね、ちょっと持ち上げますね、下映ってないとですね。で、血が騒ぐというのはね、面白い言い方ですね。これね、血が騒ぐというのは、ね、とても興奮する、 get so excited ね、興奮してワクワクドキドキするとき使います。どんなとき血が騒ぐかというと、私の場合は車を運転するとき早く運転するの好きなので、例えば夢はドイツのアウトバーンとかなんですけど、血が騒ぎますね。あとはね、お祭りが大好きだから、日本に帰って花火を見たり、夏祭り、盆踊りとか行ったら私はすごく元気になります。血が騒ぎます。なんかこうパーティーとかスポーツとか、なんか皆さん何をしている時ワクワクドキドキしますか？ドキドキドキ、血が騒ぐと言います。それからこれで血をサラサラにするんですよ。これね、よくね、サプリとか食べ物とか健康問題の話の時よく出てくるんで、このサラサラというのはとてもスムーズな状態です。なんかね、例えば納豆、皆さん納豆を食べたことありますか？納豆を食べると血がサラサラになります。こう中でね、こうゆっくりじゃなくて、こう早くスピードよくね、流れる感じのイメージだと思います。サラサ、例えば、ね、髪の毛とかにもね、こうなんかまっすぐで、そうです、まっすぐでサラサラしていたりとか、こうなんか汗をかいていない、今エアコンがついてて、でここ全然乾燥して、あ、違う、濡れてないですね、汗かいてないですね。こうしたらね、なんか肌がね、サラサラしてたりとかしますね。で、なんかそういうふうに使う、血をサラサラにするっていう表現をよくいろんなパッケージとかに書いてあるのを見ることもあるかもしれません。健康な血の状態のことでしょう。今日は銀河鉄道に触れる血をやりました。そんなにすごく大事なものとか難しい単語はなかったような気がしますが、例えばちょっと覚えておくといいのは、こういう、あ、同じ漢字なんだけれど送り仮名で、こっちはレール、こっちはルーですよね。送り仮名が変わると読み方が変わる感じがあるというのを覚えておくといいかもしれませんね。じゃあ今日ここまで見てくれてありがとうございます。よかったらライクしておいてくれるとすごく嬉しいです。あと初めて見てくれた人ね、どうもありがとうございます。私は香港で20年間、ね、フリーランスで日本語を教えている日本語教師です。
初級ね、簡単なレベルは中国語や広東語や英語を使って教えているんですけど、今はなるべく中級なので、なるべくね、全部日本語で教えるように頑張っています。で、教科書はね、さっき紹介したこのみんなの日本語をやっていますが、教科書がね、ない人でもね、このビデオを見れば大体わかるような作り方をするようにしていきます。この2年間でね、今どれぐらいだろう、かなりたくさんビデオできました。いくつできたんだろう、 2000近いんじゃないでしょうかね、いろんなビデオがあるのでよかったら見てみてください。じゃあまたなるべくね毎日ビデオ一つアップロードするようにしているので、よかったらベルマークも押しといてくれたら嬉しいです。じゃあまた明日一緒に勉強しましょうね。お疲れ様です。じゃあね、バイバイ。